はい、どうも大粒です、今日はね、何をやるかというとちょっと紹介していきます。はい、今日つけるパーツはフェンダーレスキットとマルチバーっていうハンドル周りにつくバーと USB 電源で、これがね、カプラーオンの簡単なやつで、あと携帯ホルダー、なんかカエディアっていうやつかな、なんかランキングで上位にあったやつをちょっと買ってみました。2000円ぐらいだったかな、を取り付けていきます。ニダボちゃん初カスタム、まずシートを取るんですけど、なんかね、後ろをちょっと持ち上げ気味で後ろに引くと取れるって書いてあるんだけど、本当かな。じゃあね、まず後ろのなんかクリップみたいのを取るんで、ちょっとそれを取っていきます。爪が入らんな、これ。刺したら入れる。よし、とりあえずこの辺のプラスを、取る。すげえ強く閉まってたな。パキパキ野郎になった。すげえ取れた。シートはね、なんか裏ここにね、8ミリのやつがあって、それで止まってます。ここに何も止まってないで、こうやって外すだけかと思ってやってたら、それは取れないよね。よし、あとこのサイド取っていく。ここをね、ここにもあるじゃん、なんかこれはクリップか、まあクリップだ。ここにこう爪があるんで、後ろにこう引くように取ると取れます。じゃあ次はまたこっちに戻って、ここは10ミリ、
はい、このネジ取り終わったら今もう取っちゃったんですけど、こういう感じで爪でついてて、カチャッと取れます。よし、取れた。で、一応ね、このカプラ、白いのじゃなくて黒いのが3つあるんですけど、それをね、抜いていきます。で、この裏に、ここにちょうど穴があるんだけど、この下、シートを取ったネジのところにももう一個10ミリのがあるんで、そこを取って、次はここです。この4つ、8ミリボルト、そうするともうこのようにタラーンとなるんで、プラスもありますね。ああ、これでもう取れそうだ。もう最近のこっちゅうのは本当にもう穴がきついのが多いね。はい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 、よし、 OKOK、 抜けた。こんな感じで抜けたんで、まあこれをね、分解していきます。よし、今ナンバー取ったんで、こいつも取ろう。で、あとプラス。オープン。オープン。あ、これも取るん？そんなにいっぱいある？もう。ちょっと硬くない？ちょっと何？よし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 、取れた。なんで。飛んだらウインカーを取らなあかんな。あー、でもこれを取りたいね。これよし、よし、取れた。これね、リフレクターね。で、そうするとリフレクターが取れると、こうボルトが見えてくるというからくり。なんじゃいそれ。もう取れたで。よし、ほいだら、あー、まだいるね。プラスがいるわ、ここに。よし、これで全部取っちゃうん。お、取れそうやね。で、そうすると
このウィンカーのところにこうアクセスできるようになるんで、横からこうやって取っていきます。一応今ねちょっと左だけつけてみました。こんな感じでこの配線こういう感じで擬宝珠端子になってるんで、で色もちゃんとあるんでね。はい、で一応こういうゴムのやつになってるんで、これをここにつけてあげる感じです。でこんな感じで通して、でこんな感じになったらこれをあとここにボルト入れるだけ、これで OK。 はい、で次は、ライセンスランプなんですけど、ウィンカーを取ることによってこのカバーが取れます。そうすると簡単にアクセスができるようになります。はい、で今取り付け終わって、リフレクターの方はまあ純正のボルトを使ってね、こんな感じで、ナンバーもついて、でライセンスランプの方は付属のボルトナットがありまして、こんな感じでついてます。でね、緩み防止ナットになってて、ちょっと一工夫もされていていいなと思いました。はい、今ね無事に着きまして、結構揺れそうだね。で一応透過類も今チェック全部 OK でした。はい、で一つ問題があって、ここがね空洞になっちゃうんですよ。これさ、なんかさ水入ってきそうじゃないっていうことで、なんかちょっと自分で間に挟めて水入ってこないようにしようかなーなんちゃって思ってます。こういうようなねゴムがあるんで、こちらを挟んでいこうかなと。こんな感じで、はい、じゃあね、あとは取り外ししたやつを、取り付け戻すだけです。だと説明してなかったんですけど、ここは付属のボルトナットを使ってます。でね、ナンバーをねちょっとやんちゃ仕様にここを曲げて上向きにしちゃいました。はい、という感じで、でね次の動画でね、ちょっとデカール剥がしと、このコネクタを使う作業があるんで、そっちの撮影をちょっと挟んじゃおうと思います。はい、じゃあですね、今フェンダーレスがキットが取り付け終わりました。いやかっこいいね、これつけるだけでだいぶ印象違うね。昔ね高校生の頃なんかはね、ゲンチャリをね、フェンダーぶった切って切ったところをモールでね隠してとかちょっとやってたんですけど、これもねもしかしたら切ってやってる人いるかもしれないんですけど、まあねちょっともうそういう年頃じゃないんでちょっとやっぱ正規品を買って取り付けてという感じで、こんな感じでフェンダーレスにするだけでちょっと垢抜けるね、ちょっと一気にかっこいい。で僕が今回使用したのはエンデュランスっていうところのメーカーのやつです。はい、もしよかったら皆さんもぜひやってみてください。1万円ぐらいでできる、安いです結構。はい、